なんで1時間の時間の猶予があったリアルタイムで談話を流したんじゃないんだからね。1時間後に流してるんだから。で、修正するってあって難しい話じゃないんだよ。ただいま池田主任副会長よりっていうそのただいまの2文字だけ消せばいいんですよ。さっきの大阪大会の大の字に取ったと同じぐらいの手間、手間なんだよ。 ね。それを学会本部がしないで、これでいいって言って、OK 出して流したものを今になってっていうか、もうその日のうちにあれは拡散しちゃいけないっていう禁止令を出し、ね。もう今では見れないようにし、隠さなきゃいけないような大失敗をなんで学会本部はやったのかなって、やっぱり天ンに取りつかれると、本当に考えられないようなミスをするっていうね、